名神県ホールディングス株式会社は、進学塾、名神県を運営する企業である、愛知県名古屋市西区名駅2丁目に本部を置く。事業内容は、小学生を対象とした、私立中学受験指導をメインとしながら、中学生を対象とした、高校受験指導、ピラミッドクラブやロボット科学教育、英会話講座、将棋教室などの能力開発講座にも力を、 入れている各学年の指導に対して学習テーマを設け、短期的な受験指導だけでなく勉強する楽しさから本格的な受験対策指導までを一貫して行っており、また、名神剣独自のテキストを毎年内容を更新して作成するなど、受験年度に応じた対策が特徴。正月特訓毎年、年明けからの受験シーズンを前に中学受験を控えた塾生が、 正月休みを返上し、泊まり込みで勉強する正月特訓教室を実施しており、メディアの取材を受けるなど注目を集めている。ピラミッドクラブ参加型学習で、能力開発に最適とされるトレーニング法を実践している。読書やパズルを活用した授業の中で粘り強く考える力、論理的に考えを深める力、コミュニケーション力といった将来に役立つ力を、 要請している。課題図書やパズル学習、グリムスクールなどが挙げられる。ロボット科学教育ロボット科学教育では、ロボットを自分の手で制作するという実践的な授業で、チャレンジ精神やアイディア力、その結果を冷静に判断する力などを楽しみながら、養う教育。コースは、ジュニアエリートビギナーコースミドルコースなどがあり、学習した上で、ファーストレゴリーグ、 ロボカップジュニアなどの世界大会に通じる競技会にも参加している。子ども海外探検隊海外留学プログラムとして2018年度では15日間と22日間の海外留学を実施している。2018年度はカナダのトロントに留学し、実際に現地の小学生との交流や各地観光なども含めた体験を提供している。 名神研英会話講座名神研の英会話講座は座学での学習だけでなく実際にネイティブ講師とディスカッションやアクティビティを行うなどより実践に近い形でレッスンを行っていることが特徴文法に沿ったテキストを使うことで正しい英語を話すための英文法も学べる名神研将棋教室例に集中力、論理的思考力、判断力、 記憶力の向上と要請を目的として実施しており、将棋を通して様々な能力を引き出し、伝統文化に関する深い見識を持ち、礼儀を兼ね備えた人に育てることを目標としている。速読、速回力講座能力トレーニングとして、速読力のトレーニングや、読書速度測定、眼筋トレーニング、検索トレーニングなど、基礎能力の向上を目的としたトレーニングを、 実施している。名神圏本社ビルに最大収容数340人の多目的外ホール、名神圏ホールがある。ホールには200インチの液晶プロジェクターなどがある。また、収容者数60人程度の会議室もある。愛知県と岐阜県に38の校舎を展開し、中部、東海地方に特化した校舎展開をしている、名駅港後基礎港元山公平安通り港。 審議不幸、ありがとうございます。